マリア・コンドラ・チエブナ・ゴロホフスカヤはソビエト連邦の元女子体操競技選手30歳で1952年のヘルシンキ五輪に出場して7個のメダルを獲得し1954年の世界体操競技選手権ローマ大会でも2個のメダルを獲得した1921年10月17日マリア・ゴロホフスカヤはロシア・ソビエト 連邦社会主義共和国クリミア時期社会主義、ソビエト共和国エウパトーリアで、ユダヤ系ウクライナ人の家庭に生まれた。幼少の頃からスポーツを始め、1941年にフェオドシア単育大学を卒業して、レニングラードのレッスフト記念レーニン体育研究院に入学した。在学中の1941年6月に、 ナチスドイツはバルバロッサ作戦を実行して独ソ戦が起こりその年の9月にレニングラード包囲戦が始まるとゴロホーフスカヤは毎日昼間は軍の病院で働き夜間は建物の屋根の上で働いてナチスドイツが投下する焼夷弾からの火災を防ぐという生活を送ったため極度の疲労に陥ったが包囲されているレニングラードから生命の氷の道を経由して カザフソビエト社会主義共和国のアクモラ州へ搬送され、奇跡的に助かった。1944年夏にソビエト赤軍がクリミアを解放した後、イエウパトオリアへ戻ったが、父はナチスに銃で撃たれ、兄は前線で戦死していた。こうした家族の悲劇を経験したゴロホフスカヤは、体操競技の選手になって、戦争の恐怖にもくじけない。 強靭な意志を示そうと決意した。第二次世界大戦が終わると、体育学校で子供たちのコーチを務める一方で、自分自身も体操競技選手としてトレーニングを続けた。しばらく後に、パベル・アルバリアンと結婚して、ハルキウへ移り、地元のスポーツクラブ、ストロイチェリに加入した。1948年のソビエト連邦選手権では、平均台で優勝し、 初の金メダルを獲得した。これ以降、現役生活中に、ソビエト連邦選手権で合計10個の金メダルを獲得している。1952年7月、フィンランドのヘルシンキで、夏季五輪が開催された。1928年アムステルダム五輪で、女子体操競技が、五輪競技になって、以来、五輪大会の女子体操競技では、 団体総合のみが実施されてきたが、この大会から、女子の団体種目として、団体総合に加えて、主具体操団体が実施され、女子の個人種目として、個人総合、跳馬、段違い平行棒、平均台、床の5種目が実施された。また、従来、五輪大会に参加していなかったソビエト連邦がこの、大会で、初参加した。ゴロホフスカヤは、 ソビエト代表チームのメンバーに選ばれてこの大会に初出場し、チームの団体総合での金メダル獲得と、主グ体操団体での銀メダル獲得に貢献したほか、種目別でも、長馬、段違い平行棒、平均台、床で銀メダルを獲得し、個人総合では金メダルを獲得して、五輪大会における女子個人総合の初代金メダリストになった。 この時彼女は30歳であり、2017年12月現在で五輪道競技種目の最年長金メダリストである。ゴロホフスカヤは最終的に大会で実施された女子体操競技の全種目で表彰台に立ち合わせて7個のメダルを獲得した。これは2017年12月現在、一つの五輪大会で女子選手が獲得したメダル数として、 史上最多記録である。続いて1954年の世界体操競技選手権ローマ大会に出場し、団体総合で金メダル、床で銅メダルを獲得した後、ゴロホフスカヤは競技生活から引退した。引退後はコーチを務める一方、数多くの国際競技大会で審判員としても活動した後、1977年に故郷のイエウパトーリアに戻り、 コーチの仕事を続けた。その後、1990年にイスラエルへ移住して、現役時代のライバルだった、ハンガリーのケレティア・ーグネシュと再会し、それ以来、同年齢の二人の交友は続いた。2001年7月22日、ゴロホフスカヤは、イスラエルのテルアビブで死去した。2017年12月現在、五輪の夏季冬季両大会を合わせたランキングのうち、 上位10記録を掲載した。ありがとうございます。